海道スキー連盟の片岡孝也です。よろしくお願いします。お願いします。職業、はい、職業プロスキーヤーです。スーさん、はい、はい、同じく北海道スキー連盟の菅直樹です。よろしくお願いします。職業ですか、はい、プロのスキーヤーです。同じく北海道スキー連盟の大場正蔵です。職業はプロ自衛官です。憧れのアスリート、なんかプレイヤーっていう面ではこう、まあ、プロ野球で、まあ、大リーグで活躍されてる大谷翔平選手、ストイックにこう野球に取り組む姿勢っていうのは、ものすごくこう尊敬をするな。で、まあ、尊敬するスキーヤーっていう面では山スキーヤー、ビッグマウンテンスキーヤーの山木忠弘さん、まあ、雰囲気だとか、まあ、スキーに対してのこう、なんていうか、ナチュラルな雰囲気というか、そういうところがすごく惹かれる、面、その2人がこう尊敬するアスリート、スキーヤーです。憧れのアスリート、はい、いや、いっぱいいるんですけど、最近は石川遼選手。逆に一回本当に時期が戻ってというか、早くから注目されて、で一回ちょっとこう、まあ、なんていうんですかね、落ち目じゃないですけど、周りからもいろいろ言われて、まあ、なんて言うんだろうな、一回また返り咲いたというか、日本に戻ってきて、まあ、優勝、ツアーの優勝とかもしてて、なんかそういう、まだまだ、多分同い年ぐらいなんですけど、今年ぐらいか、そこの中でもまだ続けてるっていうのが、すごく僕の中でも刺激になってるんで、最近はアスリート、尊敬するアスリートとしては、石川遼選手です。現役ではないんですけど、やっぱりイチローですね、はい、世代的に、ちょっと下手くそなんですけど、野球とかも子供の時やってて、はい、もう誰もが憧れる、尊敬する、はい、多分みんな野球やろうと思ったと思います。はい、まあ、その重心移動、例えばバッターだったり、まあ、ピッチャーだったりの。軸足からちゃんとこう体重移動をしながらボールに力を伝えたり、まあ、運動してるっていう部分では、まあ、スキーに限らずスポーツ全般に通ずる部分じゃないかなと思います。いや、あれじゃん、やっぱりさ、昨日も話したけどパワーじゃない、野球もインパクトでしょ。ここで球に当たる瞬間に全神経集中して、そこにこう力を滑る。はい、今年デモ戦で初認定と、なったんですけども、まあ、一応最年少のデモということで、まあ、先輩方からたくさん、いろんなものを吸収しながら、自分の技術を高めて、いろんな方々に、まあ、スキーの技術を通して楽しんでいただきたいなと、そんなデモンストレーターになれるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、今回2期目になります。まだまだ技術は本当に下手くそなので、本当に誰が見ても、デモンストレーターとして認めてもらえるような、まずは技術力を高めていくことと、あとは指導力、デモンストレーターとしてしっかりと、伝えることができるような指導者になっていきたいと思います。ただその中でも、トップデモとして自分が中心に入れるように、これから先輩たちを追い抜いていきたいと思いますので、本当にもうそこに立ってるのをすぐ変わってもらえるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、そうですね、自分は2人決めになるんですけども、はい、まあ、デモンストレーターに与えられたこう任務をですね、愚直に淡々とこなして、はい、もう任務完遂あるのみ、この一言です。はい、以上です。はい、それでは北海道の3名でした。ありがとうございました。ありがとうございました。